毎度、教育チャットです、今回の動画は9月11日に、アメリカのアリゾナ州で行われる試合の、中谷潤人選手、 WBO 世界フライ級のチャンピオンの中谷潤人選手がね、初防衛戦でアメリカのリングでね試合するんですけど、対戦相手がねアンヘル・アコスタっていうプエルトリコの選手で、この選手僕結構知ってるんですよ。っていうのもライトフライで元 WBO のチャンピオンだったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、あげたんです。そうです。っていうのも過去に田中康生、はいはい、康生に全勝全 KO でチャレンジしてるんですよ。 WBO1 位やったのかな、当時1位で康生にチャレンジしたんですけど負けてるんですよ。うーん、康生に負けて、でまた再起して、ライトフライ級 WBO のチャンピオンにもなってますよね。うーん、なんですけど、何回目の防衛戦やろ、負けちゃったんですよね、ライトフライ級で。そのエルミン・ソトで、今現 WBO のライトフライのチャンピオン、はい、エルミン・ソト選手にね、最終ラウンドの12ラウンドに KO 負け、まさかの逆転で KO 負けしてるんですけど、4度目の防衛戦かな、はい、で、アコスタ負けちゃってるんですよ、ソトに。はいはいはい、で負けたんですけど、その試合に階級1つ上げて、フライ級で階級1つ上げて、今回 WBO フライ級1位で中谷潤人選手に挑戦するっていう。このアコスタめちゃくちゃパンチあるらしいんですよ。戦績もね、今で24戦22勝21KO す、すごいっすね。1回だけ安定なんですけど、それ以外全部 KO 勝ちで、めちゃくちゃパンチあって、後世の試合見てもね結構こう強振するんですよね。うん、なんか綺麗なボクシングっていう感じじゃないんですけど、なんか独特なプエルトリコのプエルトリカの独特な角度から、なんかこう出どころがにくいとこからブーンって振ってくるような、はい、結構フック強い選手なんですけど、なんかこう後世も結構メディアとかでもね言ってるんですけど、アコスタのパンチっていうのはこうスパーンって切り裂くっていうよりも、ゴンゴンドンってこうなんか押しつけるっていうか、叩きつけるっていうかな、ドーンってスコーンって打ち抜くようなパンチっていうよりも、ドーンってこうすごいウエイト乗ったドーンっていう質のパンチらしいんですよ。一本めちゃくちゃ本当にそれこそね初めの一本のね、幕の内一本みたいなタイプかもしれないですけど、パンチがめちゃくちゃあるらしいんですよ、その選手で。でライトフライでは結構減量きつかったらしいんですよね。軽量終わって試合の時にはもう8キロぐらい増えてるぐらい減量してて、で今フライ級でやってるんですけど、ただね、そのアコスタが挑戦する相手っていうのが日本人のね、その中谷潤人選手っていうのも、本当この選手は未だ負けなしで、全日本新人王から勝ち上がって全日本新人王になって、でユースの日本タイトルマッチか、フライ級でユースでもチャンピオンになって、で日本フライ級のチャンピオンになって、で世界でチャンピオンになってるんですよ。未だ負けなしでこう駆け上がってたんですよね。全日本新人の登竜門から駆け上がっての未だ負けなしのチャンピオンなんですけど、中谷選手めちゃくちゃ噂聞くんですよ、強いっていう、はいはい、いろんな方面から。やったことはない、僕はないんですけど、その聞くっていうのも、階級がスーパーバンタムとかフェザーとか、それこそもうスーパーフェザーぐらいの選手とかとよくスパーリングしてるらしくてなんか僕めっちゃびっくりしたのが、ダニエル・ローマンって元 WBA のねスーパーバンタムかのチャンピオンでいるんですけど、ダニエル・ローマンとパートナーでずっとスパーリングやってたらしいですよ、アメリカで。へえ。中谷選手フライ級ですよただそのフライ級の中でも172センチあるかな、身長、はい、結構71か、でかいんですよ。171のフライ級ってすごいです。だって 50.8 キロなんで、ね、171センチあって 50.8 キロまで減量してるんですよ。ただなんか中谷選手はもうすごい、もう日頃も真面目で、もう常に節制してて、そんな太るようなことも ないんですけど、だからこそこのフライ級で戦える選手なんですけど、171の長身のサウスポーで、それこそあれですよ、矢吹さんにも勝って、そうです、ね、過去にね全日本新人王の決勝で、それは判定ですけど、矢吹さんにもしっかり勝って、でフライ級、現日本フライ級チャンピオンの優里亜久比選手ともやって、勝ってるんですよね。めっちゃ強いですよ。だからそのいろんな方面からスパーリングやって、いや中谷潤人選手めちゃくちゃ強いよってめっちゃ聞くんですよ、うん、それこそ赤穂さん、スーパーマンの、はいはい、赤穂さんも言ってました、いやあの子フライ級やけど強いよっつって、いやびっくりしたって、フライ級の選手と思われへんって言ってましたね。それぐらい赤穂さんが認めてましたね。あれフライ級ってすごいよみたいな、っていうぐらい強いって言ってましたし、なんかよくねフェザーとかスーパーフェザーぐらいの選手ともやってるらしくて、キーホースもすごいですね、結構やってますよね。
16KO 16KO か19戦、21、はい、21戦か21戦21勝 16KO すごいっすね。だからでそうやってスパーリングとかでもみんな口揃えて言いますね、強いっていうの。でその世界チャンピオンになった試合っていうのが、まあ、決定戦やったんですけど、それこそ去年のあれ11月いつだ、僕が去年あのコロナになっちゃって隔離中やったんですよ。はいはいはい、大阪のホテル、隔離のホテルでテレビで見てたんですよ、はい、あれいつだ11月6日か、コロケホールで僕ちょうどこう隔離中で、はい、中谷選手が世界戦するっていうので今見てたんですけど、はい、その対戦相手のマグラモ、はい、GML マグラモっていう選手、僕一回スパーリングやってるんですよ、フィリピン合宿 で、ね、結構強かったんですよ、結構まとまった選手でパワーもまあありますし、ただまあ、ちょっとちっちゃい、サイズ、身長はちっちゃいんですけど、僕よりちょっとちっちゃいか同じぐらいだったんですけど、もう結構強い選手っていうのも分かってたんで、手合わせてるんで、そのマグラモ選手に、もうワンサイド、こう結構長身の選手って、距離取って、こうなんだろう、遠い距離で戦うイメージあるじゃないですか、もう全然、もう中に入ってはボディ叩いて、ボディ効かせますし、アッパーもまんま当てますし、結構なんやろ。なんかリカルド・ロペスが好きって言ったんかな、リカルド・ロペスっていうすごい名チャンピオンいるんですけど、その選手好きっていうので見たんですけど、それまさしく結構こういうガード固めてしっかりワン・ツー・フック打ってボディ叩いてとかアッパー持ちますし、その試合は結構アッパーとボディが印象的だったんですけど、結構接近戦で上回ってて、うん、しっかりこう相手の土俵というか接近戦でも打ち勝ってましたし、いや、この選手、ちゃんと見たのが初めてだったんで、中谷選手の、はい、いや、強ーと思って、で8ラウンドで KO 勝ちか、で、チャンピオンになったんですけど、もうその試合見た感じだと、アコースタ選手、厳しいんじゃないかなっていう、それだけ強打持ってる選手ですけど、うん、予想するやったら、僕はもう終盤の、うん、19ラウンド、10ラウンドぐらいで、ストップできるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ただ、フックが結構強い、アコス選手強い選手なんで、まあ、中谷選手もそれは本人も言ってるんですけど、まあ、フックにはしっかり気をつけてって言ってたんで、うん、僕はだから、しっかり右のガード固めて、固めながらのボディ、これ結構影になるかなっていうふうに思いますね。アコス選手結構ボディ弱いんですよ。あ、そう。あの、田中康生選手、康生との試合見たときに、結構ボディも弱いの、あの場面見せてたんで、はいはいはい、結構ボディが鍵になるかなっていうふうに思うんで、ボディとアッパースで左のこれ、あとは打ち下ろしの左ストレート、はい、もうこの3つのパンチは結構有効だかなっていうふうに思うんで、9ラウンドか10ラウンドでね KO で勝つかなっていうふうに思うんですね。まあ、ただ一発ある選手なんで、ね、ひっくり返る可能性もやっぱあるんで油断はできないですけど、まあ、中谷選手あんまりそういう横着するようなボクシングしないんで、本当に堅実にしっかりガードも上げてますし、上下打ち分ける選手なんで、あんまりヒヤッとする場面もあんまないんじゃないかなっていう、はい、うん、まあ、明確に勝つと思いますね。終盤 KO 勝ちか大差判定で勝つと思いますけど、本当そのね、赤尾さんが言うように、いや、あ、中谷君めっちゃ強いよって言ってたんで、相当強いやなっていう積みつきもらってるんで、だからまあこの試合は中谷選手もあのアメリカでフライ級で中谷っていうのをアピールしたいっていう風に言ってるんで、まあ存在感示す勝ち方してね、で今後は階級も上げていきたいっていう風に言ってるんで、まあ身長もね大きい171もあるんで、本人的にはまあスーパーバンタムぐらいまで戦えると思うと言ってるんで、まあいずれはねスーパーフライバンタムって上げていくと思うんですけど、まあこの試合しっかり勝ってビッグマッチしながらステップアップしていくんじゃないかなと思うんでね、まあ、この試合はどういう勝ち方するのかに期待しながら見たいと思うんでね、ぜひあの11日もう多分この上がってる頃にはもうすぐ試合だと思うんですけどね、ぜひあのエールコメントで中谷選手勝ってほしいっていうエールのコメント書いてもらえたらと思います。じゃあこの辺で終わりだと思います。バイバイ。